40M ニムロード、40M ニムロードは、第二次世界大戦中に、ハンガリーで生産された、装甲戦闘車両である。スウェーデンのランズベルク車星 L-62、アンティ2対空自走砲を原型とする、ボフォース 40mm 機関砲を搭載する、オープントップの自走砲、自走式対空砲で、1941年から1944年に、 かけて135両が生産された。第二次世界大戦時に撮影された、ニムロードの車列、ペシト・ケンジャンベクにて、トルディ系戦車として採用、ライセンス生産した L-60 系戦車に続いて、ハンガリー陸軍は同じクランズベルク社製の L-62、に自走砲のライセンス券を購入した。L-62 自走砲は、 エンジンやトランスミッション、サスペンションなど多くのコンポーネントが L-60 系戦車と共通であり、また搭載法のボーフォース 40mm 機関砲もすでにハンガリー国内でライセンス生産が行われていたので、国産化するには非常に都合の良い車両であった。車台形状は L-60、トルディ系戦車とよく似ているが、大型の砲を搭載するために、 全長、全幅とも拡大されており、天輪は似た形状を持つものの象形で、片側5つに増やされている。国産化にあたり、操作性向上のため、若干砲塔が大型化されるなどの改良が行われ、4 0 m ニムロード対戦車、対空自走砲として、正式採用された。第一生産ロットは46両。 第二生産ロットは89両で、マーバグ車において、計135両が生産された。第一ロットのニムロードは、ドイツのビューシングナグ車製エンジンを搭載。第二ロットは、国産のガンズ車製エンジンを搭載した。ももと対戦車自走砲としての役割も期待しての採用であり、実際に、当時のハンガリー軍の主力であったトルディ系戦車や、 40mm 砲を搭載型のトゥラーン中戦車よりもその砲は強力だったが T-34 などのソ連戦車には立ち打ちできず実戦では地上目標は軽装甲車両まででもっぱら防空用途に使用されたありがとうございます